こんにちは、浜野です。ギター上達のヒント、今日は練習をクリエイティブにするためのポイントというテーマでお話ししていきます。はい、まあ練習ね、まあこういう楽器の練習っていうのは、まあ要するに技術を身につけるわけですから、そのためにはね、ある程度、そのまあ同じことの繰り返し、まあいわゆるルーティンワークみたいなね、そういう同じことを繰り返す、ね、そういう練習っていうのも必要ではあります。ね。まあですけども、まあそもそも私たちがやってるのは音楽ですのでね、あまりにもその機械的な繰り返し、ね、本当に単なる単純な繰り返しっていうのが行き過ぎてしまうと、まあ技術が仮に伸びたとしても、なんかその感覚的なもの、感性の部分っていうのが、まあなんていうかこう枯渇してしまうようなこともあり得るんですね。はい。ですから、その機械的なもの必要ではあるんですけども、行き過ぎないようにしておくっていうことも大事なんですね。まあこの辺はやっぱり、こうど、まあ、偏らないように、両方のバランスをねしっかりとっていくっていうことが、まあ大事なポイントになってくると思いますね。さあ、そしてじゃあその練習ね、クリエイティブにするためにどんなことを気をつけておけばいいのかね、まあこれを考えていきたいんですけども、まあ言葉にするともう結論としては単純です。はい、そのクリエイティブにするためのポイントっていうのは、実験するっていう意識を持つことだと思うんですね。はい、実験する。ね、実験するっていうことは、要するにまだその時点で結果がどうなるかわからない。ね、まあ、わからないから、どうなるかを確かめるために実験するわけですよね。はい。ですので、その実験して、ね、要するにまずは試してみて、ね、そして、あ、これいけそうだなとかね、あ、これは、望んでる方向に進めそうだなと思ったら、それをどん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 推進していく。ね、で、やってみて、あ、これはどうもちょっと期待外れだなとかね、あまり効果的ではないな、むしろちょっとやりすぎると逆効果だなとかね、そういうのがあったら、どん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 それはもう切り捨てていく。ね、そういったその実験、そして検証、ね、そういうのを繰り返しながら、自分がこう、まあ、こんな風に弾きたい、ね、こういう技術を身につけたい、この曲をこんな風に演奏したい、ね、そういう自分が望んでるその目標に、まあ、ふさわしいかどうかをね、こう確認しながら取捨選択していく、ね、これがまあ練習をクリエイティブにするための一番のポイントだと思うんですね。で、まあ、もちろん、まあ、特に、レッスン受けてる方でしたら、こう、まあ、先生からね、言われること、そして、まあ、教本に書いてあること、あるいはいろんな、そのギターに関する情報がありますよね。で、まあ、正しいとされてる情報もたくさんあると思います。ね。で、実際に正しいものもたくさんあると思います。ね。で、ですけど、その正しいもの、正しいとされているものを単にこう、受け入れて、ね、こうそれに従ってやるっていうのは、一歩間違うとちょっと機械的な方向に行きやすいんですね。はい、決してね、それを教わったことを疑う必要はないんですけども、ただいつも言う通り、やっぱりね、個人差っていうのはあるんですよ。ね。だから、ある人に非常に、まあ、効果的な方法が、他の人にも必ず効果的とは限らないんですね。そう、だから自分にとってどうなのかっていうのは、ある程度自分で検証していく必要があるわけです。ね、ですからそういう意味で、実験するっていう感覚はとっても大事なんですね。そう、正しいことだからこれをやらなければいけない。基本的にはそういう考え方でいいんですけども、だけどもしそれが自分に合ってない弾き方だったりすると、変な負担をね、自分にかけることになります。ね、そうすると練習すればするほどなんか変な方向に行ってしまう可能性もあるので、だ必ず、ね、それを検証する、ねっていうこの姿勢、実験する、検証する、この姿勢はね、忘れないようにしておくことが大事だと思うんですね。で、そういうふうに考えていくと、例えば一般的には、ね、これが正しいとされている、あるいは、こういうことを教わった、ね、そして、じゃあそれを全面的に否定するっていう話じゃなくてね、じゃあ自分でやってみたら、あ、でもこういう工夫をした方がより効果的な気がするっていうのもいろいろ見つかってくると思うんです。ね、ですから、まあ一つね、何かそういう弾き方のポイントなり、あるいはまあよく言われるような、まあ、メソードとかね、なんとか奏法とかありますけども、ね、それをさらに自分なりに、こうやった方がうまくいくんじゃないかなっていう、その自分のアイデアを付け加えていくようなね、はい、そんな感覚で練習に取り組んでいくっていうことがとっても大事だと思います。ね、ルーティンワーク、繰り返しは大事ですけど、ね、それだけで終わらずに、必ずその自分のクリエイティブな要素ですね、自分のアイデアっていうのを盛り込むっていうことも意識しておいてください。
ね、これはキャリアを積めば積むほど長くなってくるほどね、そういう部分っていうのは大事になってくると思いますのでね、よく意識しておいてくださいね。はい、ということで本日は以上となります。最後までお聞きいただいてありがとうございました。